何がやねん。そしたら宮迫か。いや、ちゃう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 。あんたのファッションモデルやな。何やそれは。いや、それは台本通り覚えられんのかいな。さっきのところ飛んで飛んで飛んでやな。初めて見た俺まで分かるわ、セリフ飛んだっていう。森の宇野城と申します。森のカエルと申します。痛いね。どれが正解なの。森のあいちゃいほんまだ。すいません、すいません、あのうどん屋の大将やからそんなにとっさに出ないんですよ。俺な、もうこの間黒柳徹子からここへ来たいんや、俺仕事。すいません、また座長が来るんです。忘れてました。お姉さんは綺麗し、もう最高やな。もうそんな綺麗やなんて、やばい。痛い。でも食べて年なんぼや元にね。わーい、いいんかい。なんか足こち事故起こしてる。お前ボケつぶしか、こら。かまいたちです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございますね。寛平師匠の50周年、はい、プラス1年ということで ね、おめでたいライブに呼んでいただきました、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします、はい、嬉しいですね、皆さんと言っていただきまして。はい、ありがとうございます、ね、楽しんで帰ってください。楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、長いね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと長いよ。ありがとうございます。ありがとうございます、じゃなくて、ありがとうございます。お前が長いこと振ってるからみんなやめられへんねん。ありがとうございます。おい、はいはいはい、失礼やろ。はい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 、失礼やろ。はいはいはい、ありがとうございます。はいはいはい、じゃないんですよ、お前ね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。何しに来たんや、お前。おい、スーパースターか、お前。あ、ダメですダメですよ。どうも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 。お前の50周年じゃないから、ね、違うんです。どうも勘弁師匠だけやねん、やってんのは。どうも。いやいやいや、ありがとうございますね、勘弁師匠のね。いやですね、はい、50周年プラス1周年ということで、おめでとうございます、本当に。もう本当尊敬のね上にいらっしゃいますからね。ありがとうございます。もう 出たんですか、勘弁師匠は。やっぱ見てないの。まあ、先輩の50周年記念のオープニングアクト見てない。いや、だからわしら1回目もあれしたから、1回目お前がなんか、まあ、1回も見てなかったよ。いや、だからお前の口から聞いた方がいいなと思って、あえて。なんであの今まで見たことないエレキ講談を見てない。お客さんも初めてですよね。エレキ講談、エレキ講談。いやいや、そんなんない、そんなジャンルない。史上初の芸。いやいい物件あるかな、ちょっと聞いてみようか。すいません、ちょっと急いで物件探してました。新宿から15分前のとこで、鉄筋でフローリングでセパレートで8畳ぐらいあって家賃7万円ぐらいのとこってありますかね。こだまってのな。はい、こだまって。え、こだまって。はい、群青から近代までいろんなパターンというので、どうぞよろしくお願いいたしますね。はい、今日はですね、あなたの担当させていただきます。あの名前がキルマクルマと申します。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。あの頑張って探すわ。よろしくお願いします。自信があるならやってくるということで、よろしくお願いいたします。他の方っていませんかね。他の方はいません。誰もいないですか。誰もいません。私が担当いたします。あ、そうですか。よろしくお願いします。どうも、中明でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。いやね、ありがとうございます。本当に、どないした。で、始まってから何分ぐらいですか。うん、だいたい30分から40分ぐらい。あ、30分から。
あ、そうなんや。こんな感じでね。ほんまや。ね、始まってから本当に。こんじゅっぽんや。こんじゅっぽんですね。ほんまね。もうありがとうございます、本当に。もうね、いろんなところで漫才させていただきまして、もう結構あちこち行くんで、もう移動が多いんですけどね。そうですよね。よくやっぱり相変わらず新幹線乗ってあちこち移動いうの多いんですけどね。乗ってます、乗ってます。もう毎回毎回乗ってたこういろんなことあるな思いながらね。新幹線ね。しながらこう漫才やってますけどもね。ほんまに。今、もう今怖いですよね、新幹線もね。怖い。僕だけかな、新幹線のあの、うん、トイレが怖いんですよ。新幹線のトイレが何にも怖いことあれへんから思い出すのも嫌やわ。思い出すのも、もう思い出して持ってるやんか今。何も何十分で、いやいや言うといて自分で思い出してるな。思い出して、何が、なんで